今回は提督の決断じゃないですね、銀河英雄伝説 4EX、ミラーでのプレイ続けていきたいと思います。で前回もね最初にお話したと思うんですけども、ちょっとゲームが落ちてしまうというところがあってですね、条件がいくつかあるようなんですけど、まずゲームを終了してゲームを再開して、戦術画面に入るときに必ず落ちることが分かりました。でこれを回避する方法がなくてですね、唯一見つけたのが、ゲームを一回アンインストールして再インストールすると、続きからプレイできます。セーブデータはね、残しておいてアンインストールして再インストールするとプレイができるというのが分かりましたので、今後はねそういう形でやっていきたいと思います。それにしたって結構落ちたりするので、せっかく進めてきたのにっていうのが何度かあってですね、心が折れそうにはなってるんですが、銀河英雄伝説 OEX 面白いです。なので頑張ってやっていきたいと思います。では続きをプレイしていきましょう。前回剣舞を蹴落としてね出征させてもらえることになったので、何としても武勲を重ねていきましょう。でバンフリート設計の防衛ですね、これに艦隊が出るというところだな。でバンフリート星系の方にはミュッケンベルガー自ら4個艦隊3万3000隻で出撃か。いろいろ皆さん思惑があって提案内容が豊富ですね。さてとアルレサイムが先に敵に奪われてしまったんだな。じゃあこれを取り返すという作戦になりますね。防衛から奪還作戦へと中身が変わっていくと思います。じゃあまずは占領をねしっかりしていかなきゃいけないので、このまま進めていきましょう。でミラー艦隊の方なんですが、敵の側背面を突きたいので、この辺りまで進行していきます。おそらくミッターマイヤーとかロイエンタールとかね、足の速い人たちがいっぱいいるんで、その人たちがどかすかと前に出ていくんじゃないかなと思います。ミッターマイヤーさすがに足が速いな。でミッターマイヤーがそっちに行くなら我々は上へと回り込みましょう。ミッターマイヤーと同じ進路をたどっても美味しくないので、レネンガンプの提案内容は却下されたな。敵艦隊いるな。敵の艦隊はまだその陣容がわからないね。ここは焦らずに後ろに回り込みましょう。第二艦隊がいるね。パイエットの第二艦隊、ここだからヤンがいるはずですね。艦隊の爆量に小まめにねセーブはさせていただこうと思います。さっき言ったようにいきなり落ちたりするんで。ミッターマイヤーがいて、ここにミッターマイヤーがいますね。で第二艦隊パエッタのところには、おお、アッテンボロー、ラオ、ポプラン、コーネフがいるけどヤンがいない。肝心のヤンがいなくなってるな。で17艦隊はロボスですね。ロボスの方にはコーネフ中将が入っているだけで、こちらもヤンがいない。ヤンがいなくなってるんだな。となると戦いはしやすそうな気もしますが。さあ、敵の完全に背面に回り込んだので、
ロボスの輸送船団を一気に撃破していきましょう。ロボスのだって物資の蓄積上空42日とかになってましたもんね。ミッターマイヤーがただパエタに側面を突かれてる状態なので長くは持たないな、このままだと。さあでは戦闘態勢に入っていきます。敵の側面に回り込んだのでここから攻撃を行っていきましょう。なんか急に音楽がなくなってしまってとても寂しい感じにはなってますけど、これもねやっぱり古い PC を無理やり Windows 7で動かしてるんでこういうところがあるんですよね。メカッツとパエッタ、ロボスあたりが正面から戦ってる状態なので、ここはもう消耗戦ですよね。ミタマイヤーなんか足が速いんで側面とかに回り込むと戦局が変わる可能性はあるかなと思います。でパエッタ、ロボスは、まあ、いわゆる正規の艦隊なのに対して、こちらはねロイエンタル、ミタマイヤー、そしてミラー、このあたりは反抗艦隊なんで、ちょっとこのあたりもね決定力不足にはなってくるかなと思います。で一方ラインハルト、メルカッツ、レンネンカンプあたりは正規の艦隊になってると思うんで問題はないかなと思います。いやメルカッツの輸送船団が結構がっつり削られてるな。ちょっとこの辺りでセーブをこまめにさせていただきます。結構ね落ちるのが怖いので、で時間を進めていきましょう。うん、ちょっと張り付きすぎたか。ただここは総攻撃を開始して一気に決めに行く。一応あの機動力があの攻撃の順番に多少影響しているそうなんで、まあこの辺りはミッターマイヤーを中心にラインハルト、ロイエンタール、この辺りがやっぱり速そうですよね。
よし、ミラーの中性子ミサイル動力だな。ここはそれなりに武勲を稼ぐポイントにはなってるので、できれば三玉やロイエンタルより早く中将になる。ミュラーのイメージだとね、その出世欲っていうよりがやっぱり堅実実直、まあそういうイメージあると思うんですけど、ここはねもうとにかく出世欲にまみれた。もう僕自身は全く出世欲ないんですけど、出世欲にまみれたねミュラーという感じになっていきましたね。ちょっと敵に張り付きすぎたんで、こちらも敵の攻撃にさらされつつあるというのはあるので、次のターンは少し後退しましょう。で、揚陸艦持ってないんで陸戦隊がねちょっと弱いかなというところがあるんですよね。ではちょっと今お話したように下がりましょう。いやーこれで勝負あったな。第2艦隊は壊滅。アッテンボローとか、ね、コーネフとかポプランとかがどうなったかっていうのはちょっとありますけど、敵は撤退を開始。じゃあ我々は移動して占領作戦に入りましょう。占領していきます。でミラーの方はというと、結局陸戦部隊を持っていないので精密爆撃を行っていきましょう。整形制圧か、どうだろうな。今回の武勲をどれくらい稼げたかというとちょっと謎なところはありますが、一旦これで撤退しようかというところで、バンフリート政権に敵艦隊が侵入か。でアウレスハイム政権において敵艦隊と遭遇。敵艦隊はどれくらい出てくるんだ。とりあえずちょっと距離を取っておきましょう。本体からは何あっちか。敵の艦隊は数を見ておきましょう。敵の艦隊がわからない以上は我々はいつものように敵の側面に回り込みましょう。ビューコックの第5艦隊だな。まあこちらはねさっきの戦いから多少すり減っているので、まあ不利にはなりますよね。ただ
相関対数で言うとまだまだ有利だと思うので、でビューコックの方もどうだろう、ちょっと減ってるよね、これ見るとバンフリート整形方面からやってきたって考えるのがいいのかな。あとはビューコックの爆量も確認しておきたいですね。第10艦隊ウランフもいるな。これはアスターテ星系に展開していた部隊がやってきたという感じかな、おそらく。第5、第10の両艦隊がいると思われます。メルカッツもな、さすがだよな。ちょっとじゃあここでビューコックの爆量見ますか。ファイフェル調査だけですね。ビューコック自体は統率89、防御90、攻撃90に、この辺りは強いですよね、さすがに。ちなみにロイエンタールの爆量はシューマッハにリンザー、シューマッハがついてるんだ、なるほど。であとはミタマイヤのところはクーリヒにカムフーバー大佐が入っている感じですね。ラインアルドのところはキルヒアイス、キルヒアイスも能力高いよな。統率98、攻撃90、防御86、まあ、ラインアルド自体もね、統率100っていうのはもう完全に抜きん出ていますけど、それにしたって強い。よし、
敵は撤退ですね。じゃあこれで本当にね、アウレスハイムの戦い、防衛はできたと思います。まあ、バーンフリード政権は失ってますが、まあ、一旦ね、だいぶ戦力を消耗している状態なので、ここで今回は終わりにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。